8月31日、安芸区阿戸町の里山アート村で森のジャズライブ2014が行われました。豊かな自然の中で本格的なジャズを楽しんでもらおうと、行政やボランティアなどが主催し、毎年開催されています。演奏は広島県を中心に活動するミュージシャンたちで結成されたジャズウッズの皆さんです。この日はメンバーや楽器の組み合わせを変えながら、3部構成でジャズの名曲やオリジナル曲などを披露しました。今年のテーマはジャズドラム。ドラム3人の共演による迫力あるライブで来場者を魅了しました。今年も多くの来場者でにぎわった森のジャズライブ。自然あふれる里山でジャズの音色を聞きながら楽しい一日を過ごしました。すごい楽しかったです。大満足です。もうすごく良かったです。もう感動的で、はい、もうまた来たいと思います。今年もなんか新しい試みがあって飽きさせないみたいな感じで良かったと思います。来年も来て楽しみたいです。